香川歌劇、国文学名家肖蔵集より、香川歌劇母、京都市東山区、東大寺通り二条下がる門明寺。香川歌劇天保十四年三月二十七日は、江戸時代後期の歌人。父は、鳥取半々市荒井正三次。署名は、淳徳、慶徳。通称は銀之助。親、十郎、四季部、長戸助。号は、慶遠、東宇帝。 梅月堂、ミアヒルテ、林仏社、満水楼、一月楼。出資した特大寺家では、歌劇を、影茂と呼んでいたが、歌劇自身は自身の署名で、歌劇の読みを使っており、こちらの古障が一般に通用している。上地大の古文に出た、稲葉国で生まれる。幼い頃から読書家であり、書道もよく足しなんだ。七歳の時、 父小三次が四十三歳で病没し、家の中席を失った、過激の家は、一狩り山の浮き目に遭う。過激は親類である、奥村忠試に預けられ、実施のいなかった定権の養子として養育される。この時純徳、魔十郎と名を改める。清水定方に指示して、学問を学び、十五歳で百人一種の注釈を、出かける。また、 堀南湖の下で儒学にも打ち込んだ。共に、清水貞方の下で学んだ学友に、林信義がおり、また荒尾綾治とも交流があった。信義、礼治はそれぞれ武士として養殖についたが、影器は、生来保留の質で武士としての素養に恵まれなかった。影器は、学者として立身することを志すようになり、十六歳の、時、妻のパウズを随伴させて、 京都を離れ上落、大阪を経営して着京する。なお、信義とはその後も、修正交流があり、二人は同じ年に生まれ、同じ年に没している。京都では、最初高塚酒に出資したが、加齢と圧力を生じて出奔した。次に、西の東院地名に使え、地名が没するとその古信用の圧線で、 清水谷実業の流れを汲む二条派の歌人、梅月堂香川景柄の養子となり、なお純徳から慶徳、そして、歌劇へと改め、特大寺家に出資するようになる。洋服景柄を通じて、岩国の香川本家とも交流があり、香川景金の誕生や香川正恒の百回記などに、祝家や追悼歌を送った。香川梅月堂に入った歌劇は、公家の抱えに、たびたび列席し、 元織のりながとも開講し、その門人、植松有信と歌の贈答をしている。また、洋服系柄と信仰の深かった、小沢露伴の感化を強く受け、ロアンに詩祝して、歌の指導を受けた。ロアンとの交流は、後の歌劇の人生、歌人としての姿勢に深く影響することとなる。ロアンの思想に感化された歌劇は、蝶の説という独自の過論を提唱、展開するようになった。 蝶の説を湖水す,するようになった時期については、熊谷直義は歌劇が40から50の頃、小山俊成は1801年、歌劇が34歳の時であったと述0している。斬新な歌論を展開した歌劇だが、そのために保守派からの排撃を受ける。江戸派の加藤千景、村田春海は、筆の佐賀という論考を書き上げ、その中で歌劇の歌論を通話し、 京都の旧派からも排斥を受け、大天狗、キリシタン、吉街と罵倒された。大天狗というあだ名は、過激の自信化で尊大な姿勢と、おもな長で微量の高い風貌が天狗を彷彿とさせたことから定着したものであった。四方からの避難に、過激は一時弱気になったこともあったが、逆に旧派を、未熟、平風があると指摘して反発した。 歌会に神風を吹き込んだ歌劇だったが、それゆえ伝統を尊重する、香川梅月堂とも祖語をきたすようになり、経済的な理由もあって、香川家とは1808年に離縁しているが、その後も香川の姓を名乗ることは許され、洋服家柄との関係も、決して悪いものではなかった。小説家、下田歌劇のペンネームは、香川歌劇にちなむ。方法は、 実際に悟りあざえんこじ。1907年、聖後位を追蔵された。金木よ、18校金木よ、37校、だじリサ編、増位所見伝造保番上特使増位年表、P23。ありがとうございます。